ポンコツクエスト魔王と覇権の魔物たちは2013年より YouTube にて毎月配信されている日本の短編ウェーブアニメ作品。1話あたり約4分。第3シリーズ以降は BS11 でもレギュラー放送されている。BS11 では第2シリーズまでは騎手改変時の穴埋めとしてアニメはにて放送されていた。 第3シリーズは2016年1月25日から12月26日にかけて毎月最終月曜日23時54分24時枠。第4シリーズは2017年4月19日から2018年3月21日にかけて毎月第3水曜日23時54分24時枠。 第5シリーズは2018年4月11日から2019年3月13日にかけて、第6シリーズは2019年10月9日より、毎月第2水曜日23時54分24時枠にて放送されている。またインターネットテレビ局のアベマ TV でも、アベマアニメチャンネルにて配信されている。漫画家の雪村誠が本作のファンであり、現在連載中の作品、 ビンランドサガとのコラボ動画、ポンコットスーランドサガ、ポンコツランドサガマイナスも作られている。魔王に使えるポンコツ生もの、カクト、イムラは魔王に言われるが、まま、様々な場所に派遣社員のように飛ばされる。その度に文句を言ったり、喧嘩をしたり、RPG のようなファンタジーの世界で、現代人のような愚痴をこぼす彼らのぐだぐだな日常を描いたコメディアニメ。 声優は突起なき場合は、松本圭介。ボイスチェンジャーを使用することにより、個々のキャラクターの声の印象は異なっている。名前は該当する魔物の名前をもじった日本人の名字になっている。ありがとうございます。